ですか。蓮舫ってどんな感じでしたっけ。蓮舫のことしか喋ってねえじゃねえか。今回の若年寄り選挙は石原元報道寄りと蓮舫候補との一騎打ちになる模様です。結局またテレビ。もう早いとこ終わらせて、蓮舫の刈り上げに突っ込んでさっさと終わらせて。そうか、この二人が。小島はいいから、ほら蓮舫刈り上げてるよ。絶対ガドー時子と同じ床屋さんだよ。1番でも蓮舫、2番でも蓮舫。あ、蓮舫だ。モノホンの蓮舫だ。刈り上げてる。すげえ襟立ってる。ここでセリフ全部消化できるよ。そうか、ここで突っ込むためにさっきのはスルーしたのか。蓮舫の日も蓮舫来た。そうして毎日毎日ふみこばあと一緒に公園でただ子供たちの遊ぶ様子を眺めていた。奇跡だ。蓮舫が刈り上げ引っ提げて戻ってきてくれたぞ。あ、ちょっと待って、蓮舫なんか食ってね。キイさん、そんな唐揚げですよ。蓮舫が唐揚げ食ってます。おい、後ろ見ろ。ツッコめ、刈り上げが唐揚げ食ってんぞ。蓮舫が唐揚げぶつけ出しましたよ。でもまだ気づかない。紙芝居屋は子供たちを笑顔にするのが仕事だ。仕事さね。蓮舫ついにこの場で刈り上げ出した。